にちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はネザーに行くための準備をするよ。そんなん黒曜石取ってちょいちょいだろ。いやーでもやっぱりこれからずっと使うことになるであろうネザーゲートは神聖なる場所に設置したいじゃん。よくわからん。中二秒間違います。まあとりあえず黒曜石が必要だな。ということでダイヤピッケル2クッタ。特に貴重さを感じない作り方するなよ。効果音つけたから大丈夫大丈夫。メザイ。そしたら次に黒曜石を取ってこうだ。おいカットしすぎだぞ。しかも繋げたところに本語にすらなってないし。だってずっと黒曜石をとことこ掘ってる動画とか見せてもな。まあそうだけど、結局見せてるもんな。あ、ほんまや。気づかなかったのかよアホか。違うもん。じゃあなんだ天才。せっかくなのでエンチャントテーブルもついでに作っちゃうよ。これで私がさらに強くなってしまうね。霊夢が強くなるんじゃない。道具が強くなるだけだぜ。知らんな。ということでエンチャントテーブル作りまー。やっぱどうしよう。早く作れ。はい。そしたらパート6の答え合わせといきますか。何のことだこれよ。なんだ、答えすでにさらしてるようなもんじゃん。わかる。まあ一応って感じ。あと私らの声で全然聞き取れんし。それはまあ実際の動画をご覧くださいって感じ。はぁ、そしてここに置くものはエンチャントテーブルでした。みんなわかんなかったでしょう。わかった人間近並みに私のことわかってる。じゃあ視聴者ほとんどみんな霊夢のこと丸わかりだな。いずれ行動読まれすぎて動画にする意味なくなるんじゃないか。なんでやねん。エンチャントテーブルを囲む本棚を設置していこうと思ったけど全然足りん。思ったより本棚に使う紙の量多いな。とりあえず今ある分全部使っちゃうか。今ある分で果たしてどれだけ作れるのか。木材も結構必要だな。本棚8個か。本棚は裏で少しずつ作っていこう。ネザーゲートどこに作ろうかなー。あれー？あんなところに扉がある。わざとらしい。はい、ということで懐かしの仮拠点の場所にネザーゲートを作っていこう。入り口はマイホームの真正面で。特に考えずに家作ったのに仮拠点の入り口と2マスしかずれてないとか奇跡だな。でもなんか石炭掘った後とかのせいで焼き石で少し修正せなならんな。こんな感じで少し直したよ。なんか穴が開いてるのは一体。途中で焼き石足りなくなった。来る前に数確認すればよかったのに。サイズとか結構悩みながら掘ってるよ。そんなん普通に 5×4 でいいんじゃないか？いやーでもやっぱりこれからずっと使うことになるであろうネザーゲートは神聖な。あーはいはい中二秒ね。てかそれだと元仮拠点が神聖なる場所ということになるがいいのか？これからそういう場所にすればいいのだよ。我ながら明暗だ。だったら別にどこでもよかったんじゃ。確かに。気づかなかったのかよバカか。違うもん。じゃあなんだ？かん。あ、できるだけ天井高くしようと思ったら上抜けてしもうた。結構高くしようとしてるな。どんなサイズのネザーゲート作ろうとしてんだよ。できるだけ大きめにしてインパクトを大きくしていこうかなって思ってる。大きくしすぎないように注意だぜ。大丈夫、私ほどの建築スキルがあればピタリといいバランスのサイズで作れるから安心しといて。フラグでしかない。幅3マス分だけとりあえず基準として適当に掘った。なかなか広そう。ネザーゲートをその広そうな空間の中央に設置しようと思ってたけど、やっぱり空間の一番奥にあるって感じの方がいいか。どうせネザーゲートの向こう側を見ることは少なくなるだろうからその方がいいかもしれないな。じゃあ奥の方をもっと高さ上げて広めにしよう。掘りすぎたところを修正するよ。おい口で手を抜くんじゃねえ。どっかの市場の盛り土問題みたいなもんだぞ。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。すでにバレてるからダメじゃねえか。なん？だと。こんな感じで空洞は作ったよ。下の凹み邪魔じゃないか？うん、でもこれからここを装飾していくから今埋めても意味ないかなって。なるほどな。ってことで装飾していこう。まずは地面の装飾。できるだけ自然な感じの道っぽいものを作りたい。こういうランダム性ある道を作るの地味に難しいよな。ほんとそれ。でここに入れてくのは固形石、丸石、ジャリジャリ。ジャリを道に使うとなんだかいい感じになるよね。語彙力仕事しろ。こんなもんでいいかな。戦力岩や花崗岩でも装飾していくよ。安山岩は最初からあったからそのままでいいかな。地味にこだわるな。なんかしっくりこないんだもん。松明をフェンスで隠す感じで設置したいんだけど、これでちゃんと湧き潰し完璧にできるかな。少しだけ心配だな。中にクリーパーとかは枯れて爆発されたら嫌だな。ここで湧いたクリーパーがネザーに行ってネザーで爆発される分には別にいいだろ。結局死ぬわ。葉っぱも使っていこう。装飾に緑は大事。やっぱ石炭丸見えなのは見栄え悪いな。
てか上の方暗くないか？そうだよねー。できるだけ薄暗い感じを表現したかったんだけど、それで上の方の装飾の意味がなくなったりするのはダメな気がする。ってことで上の方にさっきと同じように松明を置いておこう。葉っぱは上の方だけにある感じでいいかな。上の方明るくなって見えやすくなったしいい感じだぜ。よっしゃー、そしたら旅に出かけるぞ。は？仕事放置して何遊びに行こうとしてんだ。遊びじゃないもん、素材集めに行くだけだもん。そうか。どこに行くんだ？てかもう日が暮れてきてるぞ、大丈夫か？大丈夫ない。朝に出かけろよ。早く出かけたかったんだもん。せっかちかよ。おやすみなさい。おはよう。でこれからジャングルに行こうと思ってたんだけど忘れ物したから帰る。準備不足すぎだぞ。さあせん。まあなんだかんだジャングルに到着したんでツタを取っていこう。ツタを集めてどうすんだ？装飾にでも使うのか？その通り、ジャニスタックぐらい集めました。ほんとそのカットの仕方好きだよな。だって楽しいんだもん。へえ、そんじゃ帰るか。木の上から帰るということは、もしや飛び降りるとでも？残念、ツタがあります。結局うまく降りれずダメージ受けてたがな。待って待って、人が喋ってる時に喋るな。だって猫ちゃんがいたんだから仕方ないじゃん。でもどうせ魚とか持ってきてないんだろ？魚どころか釣り竿を作ってすらいません。猫にざまあって思われそう。辛い。装飾再開していこう。おそらくこのツタをつける作業で最後だと思う。ツタは放置しとくと全体に伸び放題になっちゃうから糸で成長を制限しなきゃならないんだよな。本当にそれがめんどくさい。かなり糸の消費激しいし、でもいい感じに装飾したいんだろ？イエス。じゃあそのまま頑張ることだな。私は寝る。手伝ってようなんでぼっちで作業しなきゃなんないんだ。もういなくなってるし、悲しいな。てか糸の下に伝っておけないんだ。また面倒な仕様を。うわぁ。作業している間にサトウキビが伸びて本棚が作れそうだから作っていくよ。お、ついに30レベンチャクルか。マリサ起きてたの。今さっき起きた。嘘っぽ。なんだって？なんでもないです。よし、じゃあここに、設置と。これで15個本棚が揃った。わーい。わーい。ちゃんと30レベンチャできるようになってるね。範囲ダメージ増加って経験値 TT で使うように欲しいかも。でも一撃で倒せるように作るなら必要ないんじゃないか？まあ作ってもないからよくわかんないけどね。とりあえず最初にエンチャントつけるべきなのはダイヤピッケルでしょう。そうなのか？いや知らんけど。さーて何がつく？シルクタッチ。ダイヤピッケルにはできれば幸運さんをつけたい。シルクタッチもレアだから捨てたくはないな。だから鉄ピッケルにつけようかな。悩むなぁ。さっきの剣の範囲ダメージ増加もつけてみたいっちゃつけてみたいし。いい加減私が決めてやろうか？ダメだ、絶対マリサにエンチャさせるとクワに30レベエンチャつけるとかいじめてくる。私がそんなことすると思うか？絶対する。ほんじゃ鉄ピッケルにシルクタッチをつけることにしよう。さあ初めてのエンチャント。おお、効率強化4と耐久力3もついてきた。かなりいい感じ。別にダイヤピッケルにつけてもよかったんじゃないか？いやきっとダイヤピッケルにはこれ以上に素晴らしいものがついてくるに違いない。フラグ以外の何物でもない。まあ言うて30レベエンチャは後2回もできるからね。期待しておこう。それがフラグでしかないんだよな。ああ、耐久力3か。心配だからやめておくか。じゃあ次につけるもの何にしよう。何かエンチャントつけるべきものってあったっけ？鉄の剣につけよう。なんでダイヤのツールにつけないんだ？幸運ピッケルで掘るために地下にダイヤ放置してるからないんだよね。30レベエンチャより非属性がつく15レベエンチャにしようっと。ああ、非属性しかつかなかったか。エンチャントはかなり運が必要だぜ。もう30レベエンチャもできなくなっちゃうし最後にダイヤピッケル30レベエンチャにかけよう。幸運こい。ああ、耐久力3しかついてこなかったか。残念。まあでも効率強化4がついてるし全然便利になるぜ。そうだね。採掘にはかなり重宝しそうだ。さて、装飾に戻るか。あ、じゃあ私はね、もうすぐできるからついてきて。最後に黒曜石を設置していったら終わりだよ。結構でかいネザーゲートになったんだな。最小が 5×4 だけど、これは 9×7 よ。おい霊夢、そこからどうするんだ。見とけよ見とけよ、こうだ。でもそこから黒曜石設置できんだろ。はい、そうでした。一旦降りなきゃな。できるだけダメージ減らすように行こう。ほい。ダメージ受けたな。ダメージを減らすように努力することが大事。普通に下からジャンプで届いた。そしたらこっち側も作っていこう。さっきと同じ作業だな。でもネザーゲート作るのってなんかドキドキする。そうか？ネザーゲートに恋でもしてるのか？何それ怖い、過去に何が起こればそうなるんだ。今度はそっちから降りるのか？
どうしてもアスレしたくなっちゃうんよねー。病気かな？あの一段上がってるとこに降りよう。よっしゃ、ノーダメージ。何を一人で遊んでいるんだか。ぼっち。さあ最後の黒曜石を置いてと。といった感じでこれでネザーゲート部屋完成。結構いい感じに装飾できているが、糸が見えるのがなんだかなー。まあしょうがないしょうがない。頑張れば糸が見えないように見えるから。まあ視力悪いウプ主なら見えなさそうだな。そうだね。次回はネザーへ。と行きたいところだけど、この部屋の入り口がまだ完成していない。ということで他に作りたいものがあるのでそれを作ろうかなと。は？とっととネザー行ってウィザスケの頭取ってこいよ。それはさすがに無理ですわ。というわけで今回はここまで。ではでは。